国務、陸軍、海軍調整委員会は1944年12月に設置されたアメリカ合衆国連邦政府の委員会である。第二次世界大戦終結後の数軸国の占領などに関わる政治的、軍事的諸問題の処理を目的としていた。略称は SWNCC。SWNCC は国家安全保障会議の 主な前進組織であり、おそらくは、米国の外交政策史上最も成功した、軍事部門と民政部門との連合組織であった。結果的に、SWNCC は、米国政府の長官国家安全保障体制調査の、試みとしてのイラク戦争を契機に再調査を受理した。第二次世界大戦中、省長官の調整は、もっぱら非公式なものであり。 ローズベルト大統領によってなされていた。だが、国務長官、陸軍長官、並びに海軍長官はより深い統合の必要性を認識し、共通の問題を扱う定例会議を毎週開催した。しかし、このいわゆる三者委員会には具体的権限がなかったため、戦争が終結に向かい、各部署が占領計画の詳細を検討し始めると、 この欠陥が次第に顕著に現れた。エドワード・ステティニアスは国務長官に就任するや、ヘンリー・スティムソン陸軍長官とジェームズ・フォレスタル海軍長官に所管を発し、占領計画の立案や、米国の外交政策の完全一本化を実現するために、共同運営の事務局を創設する提案を行い、1944年12月19日に設置された。 ローズベルトの重心である陸軍時間補、ジョン・ジェイ・マクロイが事務局を統括した。SWNCC の対応、対日占領計画は、旧敵国の占領統治にあたる米軍が直面するであろう、問題の予測と解決を目的としていた。SWNCC は、米国の管会、学会の最高の専門家を結集して、計画の各部門を担当させた。 例えば、作業部会がなした重要決定の一つである日本の天皇の地位に関する検討は、学者出身の官僚、旧暴遁が言った。戦後、学会に戻った暴遁が述べたところによると、彼は1943年に書いた覚書にて、昭和天皇の地位保全を勧告したが、この勧告は概ね変更されることなく、連合国軍最高司令官。 ダグラス・マッカーサーによって立案実施されたという。SWNCC は占領戦略に関する既存業務を見直すことから活動を始め信頼に足る専門家に委員会への参加を求めることも多くあった。米国政府内では実際には真珠湾攻撃以前から日本占領計画がなされていたので新設組織のためのかなりの情報資産があった。 SWNCC は本質的に学問的、政治的研究を行い、研究成果を利用して詳細な政策を策定した。1947年7月26日、4省調整委員会と解消。1949年8月14日に廃止。SWNCC は定例会議を開催する事務局や具体的問題を処理して、 調査結果を委員会に報告する、いくつかの作業部会から構成されていた。作業部会及び委員会は、双方とも厳格な合意という原則に基づき運営された。参加者間で解決され得ない問題は、より行為の職員に委ねられた。しかし、SWNCC によって検討された750の問題の大半が時間補給以下で解決され、 最終決定を仰ぐためにホワイトハウスに送られたのは6例に過ぎないという点に注意する必要がある。A.J. マクファーラウンド巡承。第2本帝国憲法改正を含む同委員会の指針 SWNCC228 は1946年1月7日に発布された国務長官に対する国務、陸軍、海軍調整省委員会の覚書の付属書1。 極東に関する国務、陸軍、海軍調整省委員会の報告書に原文が見られる。同文書の付属書に、アメリカ統合参謀本部の覚書は、ポツダム宣言と言論の自由にも言及している。連合軍最高司令官総司令部が日本国内で公表し、高柳健三が部分的に翻訳した SWNCC228 文書、 日本の統治体制の改革は、上記文書と比較すれば、発信者が、AD レード、BL オースティン等と異なっており、また、前期の付属書にが付属していない。冒頭には、SWNCC228 改定のため、元の文書の3ページ目を、焼却処分し、4ページ目から13ページ目の、ページ番号を5ページから14ページとし、3、 4ページを新たな内容に差し替えよとの旨が記載されており、SWNCC228 の最初の発信日も1945年11月27日となっているなどの相違がある。なお、同文書が公表されてから約3ヶ月後の4月には、米国国務省からダグラス・マッカーサーの政策顧問として派遣されていたジョージ・アチソンが、連合国軍最高司令官総司令部内の 外交局長、米国大使、また、マッカーサーの代理として、対日理事会議長となった。ありがとうございます。